橋本大地は日本のプロレスラー。父親はプロレスラーの橋本シニア。兄弟は妹が二人いる。父親の橋本シニアプロレスラー橋本シニアの長男として生まれる。小学6年から空手を始め、中学からは総合格闘技、総天塾に所属した。2005年夏、当時中学1年で父親を亡くす。これを契機にプロレスラーを目指すことを決意。 2008年3月2日、01後楽園、ホール大会で2代目 IWGP ベルトの橋本家への返却の際に中村信介と向かい合っている。この時大地は自分が大きくなり、実力で奪い返したいと語り、将来的にだと中村信介を誓っている。2009年9月21日に01の工業、橋本深夜デビュー25周年。 破壊王伝承院後楽園大会において2分2ラウンドのキックボクシングエキシビションマッチで小林聡氏を相手にプレデビュー戦を行った。空手を身につけて戦い、父親と同じ爆笑宣言を入場テーマ曲にした。結果は引き分けとなるも2度のダウンを奪われるなどの試合内容から試合後に号泣した。大谷慎次郎は橋本大地の後見人を自称し、 01は、大谷、蝶野正弘と共に、橋本大地育成プロジェクトを組み、団体を挙げて、レスラーとして育てていた。他団体からの誘いもあったが、それを断って、01入りを選んだ。01時代の橋本大地練習生として、下積み生活を経て、2011年3月6日に、両国国技館での、01.10周年記念大会。 プロレスの長野正広選でデビューした。同じく闘魂三十士である武藤慶治も実況として来場している。試合後には武藤から対戦要求され大地も受諾したために3月21日の全日本プロレス2011プロレスラブイン両国ボリューム11でシングルマッチを行うこととなった。2011年3月6日ファッションブランドデストロイ京とコラボレーション。 入場衣装やグッズなど手掛けられている。21日、全日本プロレス両国国技館大会で武藤と対戦。デビュー戦で使用できなかったミサイルキックや ST 回、起きて破りのシャイニングウィザード等を放ち、武藤に食らいつくも最後は武藤にムーンサルトプレスを放たれで敗北した。その後、27日の放納プロレスで大谷をタッグパートナーにして、 ビッグバン・ベーダーとその息子ジェシー・ホワイトのベーダー、親子と対決するも、第一がベーダーから、ピンホールを奪われ敗戦となった。2011年6月、全日本プロレスのアけぼの、長島ジエオツ、イチ一郎組を相手に対戦したが、アけぼののボディプレスでホール負けを喫してしまう。7月3日、高楽園ホールで行われた、破壊王七回帰特別工業で、高山義弘と対戦。 鉱山に終始、ただの若手レスラーの一人と、子供扱いされ、結局鉱山は代名詞でもある、ジャーマンスープレックスを出す必要もなく、大地は乾杯した。また試合後に、高山は大地を、ただの新人、特別待遇、超新星ではないと告評した上で、ガキの中に放り込んでジェラシー燃やしている奴らと、殴り合いさせた方が良いと、コメントを残し、大地に、カズトちの勧めを説いた。 11月9日、第1話、藤田峰夫とタッグを組んで、藤田ジュニア、早と、横山義和組と対戦し、長の直伝の STF で、横山からタップを奪いデビューから8ヶ月、71戦目で、自身の手で、初めて勝利を挙げた。また、同日の NWA、インターコンチネンタルタッグ王座戦で、田中正と、ゼウス組に大谷とタッグを組んで挑んだ明けから、ゼロの、 タックリーグ、風林火山のタックパートナーに指名され、大地もこれを承諾し、同体開発出場が決定する。2012年1月1日、高楽園ホールで横山義和とシングルマッチを行い、STF でシングル初勝利を挙げる。同月8日にレジェンドザ・プロレスリングで長州寺からと対戦するも乾杯。長州から笑いの出ない。 プロレスラーになれと声援を送られる。2012年1月15日、第一発のプロデュース大会となる、同場マッチ、海岸プロレスを開催。コンセプトは父、橋本信也が作った、ゼロワンテーマを、未知なる外国人選手、ゼロ中、橋本 VS 小笠原都市、メインで自身は負けながらも大会は成功。古きを温め、新しきを知る。 僕はまだまだプロレスを勉強しなければいけないと思いましたとコメントを残した。2012年1月28日、日高ジ人プロデュースの海岸プロレスにて初のミックスドマッチを行い、破壊する女子と松本博代と組クレーグクラシックケリースケーター組と対戦する。2012年3月2日、011周年記念大会にて、 橋本大地デビュー1周年記念試合として、大谷慎二郎&、橋本大地 VS、佐々木健介&、中島勝彦が行われた。35分近い試合の末、健介のラリアットに沈んだ大地だったが、本当に父親を教えられたような感じがした。あと3年のうちに、自分でチャンスをつかみ取りたい。俺の父親が近くまで行ってた天下の持つ、 BJW 認定タッグ王座に挑戦したが敗れた。7月13日のゲノム30で、藤田和幸を相手にイグフデビュー戦を行ったが、2分22秒にパワーボームを受け敗れた。イグフ所属時から大日本プロレスに参戦し、橋本和樹とタッグチーム、チームマトで活動しており、2016年1月1日付で、大日本プロレスに正式に油断した。3月6日には、 二年ぶりに、古巣の01に参戦した。また同年、大日本メディア部の企画として、YouTube チャンネルを開設、YouTuber として活動を開始。大日本正式入団後は、神谷 AK とのチームを組んで活動。2017年6月以降、デスマッチヘビー以外の大日本の各タイトルに立て続きに挑戦し、すべて敗退するも、大日本再キャン。 タックリーグ戦において神谷と組んでエントリーし優勝。2017年12月17日の第2本、横浜文化体育館大会にて行われた、鈴木秀樹との試合に勝利し、鈴木が所持していた、ストロングヘビー級王座を獲得した。2019年11月4日の第2本、両国国技館大会において、01時代の先輩であり父の付き人でもあった、佐藤恒平が保持する、 BJW 認定世界ストロングヘビー級王座に挑戦し勝利。二度目の体幹を果たした。ライジング DDT インプラント式 DDT。使い始めた当初は垂直落下式 DDT と表記されたが、現在の名称に改名した。また、かつては本格的なヘビー級選手に仕掛けることは難しかったが、2016年の一期当選リーグ戦では、 関本大輔をこの技で破った。フライングニールキック第一の父譲りの重量計というよりも、直接的な師匠に当たる大谷を彷彿させる綺麗なフォームで跳躍するタイプを使用する。ミサイルキックコーナーからの飛び技として常用する。DDT これも父の得意技。父と生前構想を繰り広げたスティーブコリノとの対戦時に、コリノが得意のパクリ殺法で DDT を狙ったところで、 大地が逆に DDT をかけ、返した時から使用するようになった。フォームは、父のそれと類似するジャンピング式。エルボーワットチョップを多用した父とは違い、エルボーを使うことが多い。各種キックデビューして、しばらくの間、以下のような関連のある、先輩レスラーの技を借用することが多かった。週刊プロレスのインタビューで、ドラゴンゲートの持月し明から、 当魂三十四殺法を使うことは、ある意味反則だよと対戦を指摘された点について、触れられた際に、やっぱり反則ですかねと語った後、先輩たちの技を使うことについて、申し訳ない。もう少し極めてから出したい。その技に泥を塗るわけにはいかないと語った。ST 会長のに伝授され、3月21日の無当選で披露。シングル初勝利を挙げた技でもある。 シャイニングウィザード無当選で、起きて破りの形で使用。その後の試合でも使用している。三角蹴りコーナーをステップにして放つ、変形のジャンピングハイキック。ドラゴンゲートの持月の得意技で、タッグマッチで持月と対戦後、時折、釈用するようになった。ファルコンアロー第2本プロレスプロレス大賞。ありがとうございます。